はい、松竹です。動画ご覧いただきありがとうございます。皆さん、発表がありまして、これはメルマガ限定で送ってるんですが、なんと新しい事務所ができました。二人で盛り上がってますで、まだ引っ越したばっかりでですね、結構あれなんですよ。何でしょうか、結構内装もして、まあ、結構セミナーがあったりとか、リアルセミナー、オンラインセミナーも増えてきてて、まあ、結構この下にですね、整体院あるんですけど、整体院が結構手狭だったので、ちょっとでっかいとこ借りさせてもらって、ちょっといくらになるのかなと思っててですね、ちょっともしね、いくらなのかドキドキしてますけど、今日はちょっとね、新しい事務所ということで、テクニックを皆さんに紹介したいと思います。はい、で、今日の、ね、テクニック何かって言ったら、何かと言いますと、仙腸関節のテクニックですね。で、仙腸関節のね、性の腰痛ってよく聞くじゃないですか。で、どんなのってなるんですけど、例えばこれは腰をこうひねったりとかですね、こうひねって痛いだったりとか、あとですね、腰をこう曲げて痛いだったりとか、あとはずっと歩いてると痛いですね。こういうやつっていうのは結構仙腸関節から来てることが多いですね。なんでかって言ったら、仙腸関節っていうのはもともとですね、ずれ方がこう斜軸って言ってですね、斜めの軸なんてちょっと難しいんですけど、骨盤がこうあったとしたら仙骨と腸骨ってこうあるんですよね。で、ここの骨盤ってこう動くんじゃなくて、こういうふうに動くんですよね。こんなふうに、だからこの軸なんで、こっちこんなふうに動くね、逆に言ったらこの軸だったら、こういう風に動く。なんで、例えば右側が前に行くと左側の上側は後ろに行くみたいな感じになって、こんな風なこういう動きなんですよね。そうってなった時に、大体ですけどこうやってずれてる、こんな風になってることが多いですね。 右上が下に行って、左下が上に行ってるっていう、こんな状態で、ここの左上右下、これは一緒のラインですね。ですか、一緒のラインにあって、こことここが動いている状態。そうなってくると、この上には腰椎が乗ってきます。腰椎が乗っているということは、腰椎がこうやって回っちゃってるんですよね。回っちゃってます。回ってるとどうなるかっていうと、結局この部分ね、回ってる部分にさらに腰をひねるっていうことをやると、痛い、こんなことが起きるんですよ。だから結局この骨盤の腰が、こっちは回した時痛くない、こっちはめちゃくちゃ痛いみたいな、左右差ありますね。あれは結局この腰椎がどうこうというよりも、この腰椎の根元にある仙骨が原因だということがすごく多いですね。そうです。なので、この仙骨をやっていきましょうというテクニックになっています。はい、ということで、ちょっとね、今日はテクニックを見せていきたいと思うんですけど、これすごく簡単で、テクニックの方法としては、仙骨は結局こんな風になってます。で、大体ですけど骨盤がこんな風に引けてることが多いですから、イメージとしてはですね、ちょっと難しいんですけど、ここが後ろに行ってて、相対的にって言うんですよ。相対的にこう左側が下に行ってる。この軸でこういう風になってる。左上が下に行って、こっちが上に上がってるのことが多いですので、やり方としては、これまずずれ方はちゃんと見てほしいんですけど、こんな風に仙骨の左右下の方が出っ張ってますが、ここをグッと押してますね。で、逆にこっち側をグッと、骨盤がありますね、骨盤の部分をグッと押します。で、この状態ですね、まあ、こんな風に圧かけてます。で、圧かけすぎだと痛くなっちゃうので、このままでいいです。で、圧かけずにこのまま止まっておきます。で、このまま30秒待機なんですけど、これからですね、結構緊張が入りすぎてしまったこと多いので、相手にですね、深呼吸3回して、息吸って、吐いて、ね。で、ポイントは、これ、こっちが強すぎ、こっちが強すぎ、ダメです。両方同じ圧を加えておくことが大事ですね。じゃないと、どっちかだけにずれちゃうことが多いです。なんで、まっすぐ真上になって、同じようにかけていく。ね、これを深呼吸3回ぐらいしてもと、まあ、大体30秒ぐらいになるかなと思います。ただ待っておくだけで、押す力としては大体皮膚が2センチぐらい沈むかなぐらいですね。はい、やってください。で、これでやってもらうと、まあ、仙骨の位置が戻ってきて腰楽になりますってなりますから。なんで、もしね、筋肉緩めても痛いとか、あとはですね、この辺やっても楽にならない、他の股関節やっても変わらない、そんな時はぜひね、この仙腸関節をこういうふうに狙ってみてください。ということで、今回ね、事務所が新しくなったので、皆さんにね、こんなお届けさせてもらいました。ちょっと、まだ請求書来てないんですよ。ね、いくらになるか分かりませんけど。ちょっとね、
こんな風に新しい事務所でまた頑張っていきたいと思いますので、ぜひまた皆さん応援してください。では今日はこれで終わりましょう。また動画見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。